でもああ大丈夫だよ。準決勝日本対韓国、ゲームはこれからまたエーペックス配信しますね。2対0日本リード、先発山本由伸、投球数75球目。まあ目が痛い。韓国はこの6回は1番からという、まあこれでわりかし眉毛生えたんじゃないですか。今日はゲーム配信しないのに、今日はやらないかな。アップデしないとね、やばい。あれカフどこやったっけ。夏の女の子の眉毛は町の治安を表してっていう、知らない、そんなこと知らん。眉毛じゃねえ、これがお疲れ様。あれ今日あれやってなかったのかな、ほんまでっか。手箱詰めドラマで言ってた、知らない。そうなの。夏のちどういう意味かもわからん。ていうか最近全然ドラマ見てなさすぎて。皆さんドラマ見てますか。私は全くドラマを最近見てなくて、デカダシカフトルが好きなんでしょ。見てカビゴン、スキン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 、肩女流さんか。見て、絆創膏貼ってるの、ここと前、ここほら123。なんでこうなったかというと、小町とじゃれてたら、なんか物が倒れてきて、物が倒れて、それにびっくりした小町がこうキャーってなってこうなりました。物が倒れてきて、そんなひどくはないんですけどね。早く治るように絆創膏を貼ってある。よし、認知やった。そうか、今日爪切った。でもこの前も爪切ったばっかなんで、なんかほんここにねシャってやられて、だからこの前爪切ったばっかなんだけど、またこうシャーってなったからさ、今日爪切ったよ、2回目の。痛いんですよね、ここと、ここと。そうだ、見てください、キツネの尾キツネのね、コスプレを買いました。近々コスプレやる予定。これかわいいの、いつかやりたいなと思って。相談月ね、やるよ。やるぞ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 。お風呂上がりじゃないよ。あ、そうだ、皆さん8月14日撮影会ありますので、ぜひ。結構何回かアナウンスしてるんですが、今回の明日ね、明日かな、明日ね、はい、
予約完成明日そのえ何日本語が分からん、あ明日予約販売するんですけどだっけ、あ明日告知するんですけど、今回は夏祭りということで、まあ浴衣をね3部から5部は浴衣を着ます。そして夏祭りイベントだから、あそう浴衣着るので、今回ね夏祭りイベントだからなんかめっちゃ楽しみな感じのが、もう初めてだからあんまりそうちゃんと分かんないんだけど、なんかね的や魔的や漢字が読めない、的やとかなんか結構楽しいねイベントがあるんですよ。うん、なのでぜひ来てほしいですね。いつも来てくださってる方とか、また始めていこうかなって思ってる方はこれを機に、あ射的か、そうそう、何話していいか分かんないって方はね、やっぱりこれを機に来てほしいなとは思います。ぜひ、そうそう射的とかな、あとね何スーパーボールすくいとかあるとか書いてあったかな。うん、そう結構ねなんか楽しそうなイベントでした。輪投げはなかったな。まあ、明日告知するので皆さん20時ですよ、20時ぜひ待機よろしくお願いします。20時だよ、撮影会8月14日ね。なんか眠たくなってきたな。15分配信したら寝るぞ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 。でも待ってよ、一緒にいるメンバー強すぎないとかそうだよ、いやあゆめさんもいるんだ。ゆめさんなかなかね一緒にならないから嬉しいです。そうなしこさんもいたね、ゆきさんもいるね、確か楽しみ、なんか豪華なメンバーと一緒ですね、嬉しいです。てかカホ似合うくない、このなんか耳、スキン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 イエイ。こんぎつねです。キビア南部で参加なのはいつもと同じく6部じゃないでしょうか。なんかさカラオケさ行きたいんだけどさ、カラオケマジでやってなくてびっくりする。てか今日コロナすごかったね。3部から5部が夏祭りイベントなので、まあ、3、4、5とぜひ会いに来てね。なぜ2部、いや3部浴衣って結構きついんですよね。なぜかというと着替えるタイミングがお昼だと1時間ぐらい余裕あるんですけど、お昼前なので3部そこでみんなで浴衣着て髪型直してってなるとまた5分遅れそうな予感しかない。そうなると夏祭りイベント後に常識通常撮影あるのか、通常撮影ん分かんない、ちょっと明日の告知を待ってください。通常撮影、そんなことは書いてなかった気がするけど、なんだ通常撮影って、あーそういうことか、普通の撮影会ってことは6部、あえそうだと思いますよ。でもわざわざ着替え直すのかな、確かに、えどうなんだろう、えでも多分普通に6部まであると思うけど、そのつもりでした、何も言われてないので。
5部が夏祭りイベントで射的とかではない。うん、6部どうなんだろうね。え、片付けとか大変そうだよね。そうなると分からん、聞いてない、聞いてないことは分からない。つもしかしたら書いてあったかもしれないけど、多分見た限りそんなことは書いてませんでした。書いてあったらすいません。とりあえずそうだからね、3から5部は激戦ですよ。なんたったって、なんてったって浴衣だからね。でもあれだな、浴衣撮影会が楽しみだな。浴衣は今年は2回目になるのかな、チェキの撮影、チェキ撮影と。チェキ届きましたか？2年前だとかき氷や焼きそばとか出たかもね。焼き鳥屋とか、マジで楽しい。そう、なんか結構本格的っぽかったあのっぽかったっていうか、やったことないから分かんないんだけど、なんか見た感じめっちゃ楽しそうでしたので、ぜひなんなら3と4も撮っちゃってください。もう激戦区なんでね、楽しみ、しかし楽しみだな。明日はバク転教室だお。バク転一人で飛べるようになりたいな。あ、そうそう、ひまわり家なんで知ってるのなんで知ってるんだよ。そう、ひまわり券っていうのがあって、え、なんかね、よくわかんない、なんかそのそれも変えたりするんだよね。もう一回ひまわり券やりたいみたいな、なんか500円で1回で、なんか普通の出店みたいな感じですかね。500円1回でくじ引けるみたいな感じ。そうそうそう、まあそういうシステムのあるイベント、人気らしいよ。今体操教室、そうなの、体操教室超楽しいよ。見て、爪かわいい。あ、なんだ、ツイッター載ってるんだ。そう、明日告知だから、まあ明日待ってもらえれば。うん、あ、かわいい、スイカありがって、スイカ、ハートのスイカだ。あ、トシちゃん金魚すくい、ありがとうございます。テーマは枠で12時回ったので、じゃあそろそろ。え、てかカホ、毎日配信昨日さできなかったよね。めっちゃショックなんだけど、毎日配信しようと思ってたのに。体操教室って老人会のエクササイズじゃなくて、老人会のエクササイズがわからんわ。いや、体操教室通ってるけど楽しいですよ。体を動かすこと好きだからさ、もともとバドミントンやってたし。なんかね、特技の欄にバク転って書けるようになるぐらいまでは上達したいかなって思ってるので、うん、まあ通いたいなって感じだけど。そう、小町だよ。体操競技の話わかるよ、それぐらい。そう、バイチラッポ、バイバイ。側転からバク転できたらか、そう、それね、ね、なんちゃらドロー、え、なんだっけ、ロンダートっていうんだ。そう、側転からのバク転は
なんかねロンダートって言うんだけど、んなんかロンダートって技からのバク転がなんか全部でロンダートなよくわかんない、なんかロンダートっていう技なんだって。それがそう、それできたらかっこいいんですよね。だから今ねそのロンダートもやってる。側転はさこうさ手ついて足ん手ついて手ついて足足ってなるじゃん、手手足足パーみたいな、こう綺麗なこうアーチみたいなじゃなくて、ロンダートは手ついて手ついて足をこう持ってきた時に足足じゃなくて足パッドンみたいなわかります、足パッドン、足をここで止めて逆立ちの形で一回してから両足でつくって感じ。そう、もう一回言うと、側転は手手足足で降りるけど、ロンダートは手手足逆立ちポッ両足着地からのバク転。それができたらかっこいいよねっていう。そうだから今その技を挑戦してるところなんですか、ロンダートをね。何かな、ロンダート、ロンダートは側転にひねり加えた、あーそうそうそう、側転にひねり、そうひねってるね、あれは。金にゃん、こまち、よっちさんこんばんは、ガーダヤッホー、わかるわかる日付変わって木曜日、しあさってでやぶした、あふーちゃんね、ダンサー、そうひねり技、そうかっこいいよね、できたら。でもカホさんすごいさ、腕が激弱ちゃんすぎてマジで1時間もやってると、先生結構補助してくれるからね、その補助がどれだけありがたいことかっていうのが身に染みた。補助なしだともうほんと3回ぐらいでこの腕が、カホの腕が小鹿ちゃんになっちゃってすぐ潰れちゃうんだよね。そう、こんばんは、中学時代にハンドスプリングして着地失敗しにしようかな、やば、あらさんと小野さんいたの覚えてる、あらさんと小野さんいたの、どういうことどういうこと、どこにそう腕がこにこにかちゃんになっちゃう。でもなんかやっぱ女の子はあれなんだって、腕が細いからそんなできないらしい、難しいのって。こうバク転ってこうやってさ反るじゃないですか、その時のここの回った時のこの返し、パッっていう返し、この手の返しでピンって立つから、ここの返しがね備わってないのか腕には。あーへえ、はい、むかちゃんってことで、分かんなかった、そうなんだね、ガータルだよん、そう腕、でもさだからといって腕をさムッキムキに鍛えようとは思わなくて、なんならちょっと筋肉質だって自分では思ってるんで、そうあんまり腕は鍛えたくないけど力は欲しいからどうしようかなって感じなの今。もきどう、カホの腕ちょっと待って、この絵シュールすぎない耳つけて筋肉見せて、でも締まってる、締まってます、たるんではないけど太いんだよね、カホの腕筋肉があるというか。もきえ、なんかね、なしこさん、ゆめさん、ゆきさんがいたな感覚ぐらい、うん、なんかそんなしっかり見てないかわかんないですけど、油断しまくりの状態。でも筋肉あると思うんだよね、二の腕たるんが好き、二の腕たるんが好きなの、たるんでもないんだよねけど、なんか太い、太くもないけど細い、細くもないけど太いみたいな中途半端な位置です。さあ寝よ、ありがとうありがとうおりごとありがとう。
13位台湾さん、12位金曜日さん、11位ケンちゃん、10位マサさん、9位ランラン、8位ミヨさん、ん？ヤミーさん、ん？マイユーさん、マウさん、マオさん、7位ライルタル、6位トースタル、5位エイティ、4位ティアさん、3位ケアダン、2位ラベータン、チタンシャン、ありがとうございます。暑くてわかる、もう今日は早く寝ようかな。今北産業遅いや、もう終わるよ、もうあるよ。皆さんよかったらツイッターとインスタのフォローお願いしますね。そしてよかったら YouTube のフォローもよろしくお願いいたしますね。感染気をつけてね、ぜひぜひ、ぜひぜひじゃない皆さんも気をつけてください。感染対策ね、しっかりして、しっかりして、でもなるときはなるから、本当にやったことに越したことはないので、ご飯も気をつけたいと思います。これをね、実に。ということで皆さん、8月14日ですね、撮影会、うん、今回結構イベント系なので楽しめると思います。そして倍率も高いと思いますので、速乾の方お願いします。明日ね、告知するっていうか、告知っていうか明日予約販売なので、20時に待機ぜひお願いいたします。むみ、それではバイバーイ。早くコスプレの写真を撮ってツイッターにあげよう。キツネ好き。おやすー。